2月1日、災害ボランティアの育成を目的として、多気町社会福祉協議会が主催するボランティア養成講座が開催されました。社会福祉協議会は、介護サービスや障害者支援、地域福祉の充実に係る活動を行っている団体で、災害発生時には災害対策本部からの要請によりボランティアセンターを立ち上げ、被災地のニーズに合った広報支援を行います。今回は多気町役場の富田主査と三重県の北川防災技術指導員が講師となり、避難所運営ゲームハグが行われました。ハグは避難者の個人情報などが書かれたカードを避難所に見立てた平面図に適切に配置するなど、避難所で起こる出来事にどう対応していくかを模擬体験するものです。避難所にはさまざまな事情を抱えた避難者が集まってきます。子供連れの家族、高齢者、障害者、外国人などそれぞれの事情を考え、部屋割りなどを行っていきます。また避難所では多くの課題も出てきます。メンバーでその都度話し合いを行い解決していきます。だけど水が使えんわけやから、流れ下水分かるでしょ。だから非常用バケツがあるはずやから、バケツに代弁ならしてください。あとからそれ処理します。それをこんだけの人に説明するというか、受付で説明しても多分守る人と守らない人で、最後に各グループで話し合い、講師を中心に意見交換を行いました。うまく体育館や教室を使って避難所運営ができたと思うという感想や、避難者の個人情報をどこまで聞いてもいいのか、プライバシーの問題はといった疑問が挙げられました。トイレっていうのがすごくやっぱり重要やなということで、よく避難するときに3日分の食べ物をとか言うんですけど、そうすると逆に3日分のトイレも確保しとかんと、気象的にもですけど、こうパニックりますね。もっとこう冷静さがとても必要だと思いました。まあこういったこともたびたびやって、でちょっとスキルを開けてやっていかんと、いざ中毒にはもう間に合わんと思います。そうですね、やっぱり高齢者であるとか、まあ、障害者である方っていうのは少し援助が必要、誰かがこう手伝ってくれるように、そういう形で運営できたらなっていうのは、自分の住んでいる町ということで、自分たちで、まずは災害に備える知識や訓練をしていってですね、でまた他の地域でも災害が起きたときにこう助けに行けれるようにというようになっていければなと思います。